この時間はクリック365為替情報のコーナーです。ゲストは光陽証券調査部ストラテジストの日本柳直人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、雇用統計終わりました。 FOMC 終わりました。瞬間反応はするんですが、トレンドを抜くというわけにはいかないということで、相変わらず101円2円を挟んだ動きが続いているんですけど、どうでしょう、この動きはまずずばりまだどういうふうに見てらっしゃいますか。そうですね、やはりドル円相場を動かす一つの大きな材料であるアメリカの長期金利、これが非常に頭が重いということで、金利差がなかなか広がらないということを含めて、ドル円相場が一段と膠着度を増しているという形になっています。ただ下値の方も200日線、今101円の60銭台ぐらいだと思いますけれども、これが非常に下値の支持ラインとして一応効いているのと、もう一つアベノミクス相場が始まってから52周線これは一度も割ったことがないんですね。200日は瞬間的に割ったことがあるんですけれども、これがちょっとじりじり上がってきて、今101円をちょっと上回るレベルまで上がってきてますけれども、これが下値のサポートラインとして機能していると。ただなかなか上値がちょっと取れないということで、当面はこの狭いレンジでの値動きが続きやすいというふうに考えています。日本柳さんからご覧になって、これをブレイクスルーする一つの要因というのか、それは何だというふうにお考えになったりしますか。そうですね、一つ日本サイドのいわゆる日銀の追加緩和ですね、でこれが順調に、日銀曰く順調に今のところいっているということで、なかなか早期に緩和の動きというのが出にくいということになりますと、やはりアメリカサイドの材料ということが非常に重要になると思います。その意味ではアメリカの景気が一段と加速してくる、このあたりのところをマーケットがこう認識するようになることが非常に重要だと思うんですが、先般の FOMC でも、今の超低金利政策を継続しますということで、なかなかそのあたりの認識が深まらないという形になっています。ただ私は、足元のいろんな経済統計を見ると、今後アメリカの景気というのはその勢いモメンタムがかなり強まってくる可能性が高いというふうに考えてますので、ドル円相場もこれを反映する形で、徐々にこの揉み合いから上っ離れる可能性、このあたりを見ておきたいというふうに考えています。これご用意いただいたチャートなんですが、これはどういうふうに見ればよろしいでしょうか。これはアメリカの求人件数の動きと、それから設備稼働率ですね、これの動きを示したものですが、黒の折れ線の求人件数が2007年以来の高水準まで回復してきています。それから設備稼働率も直近が 79.1% で、これは企業がいよいよ能力増強投資、これに踏み切るレベルまで稼働率が上がってきたという形です。ですから私は、こういう機会があるたびにお話ししているんですけれども、そろそろこのリーマンショックの呪縛から逃れるべきで、実体経済はその動きがもうすでに現れてきてますよと。ですから企業もたくさん資金を抱えている中で、次の成長を見据えた投資というのがもうそろそろ出始めるところまでアメリカ景気回復してきていると。すでに先行指標である株価はリーマンショック前の高値を更新しているわけですから、実体経済がそれにキャッチアップしてきたということを考えると、今の低水準で位置しているアメリカの金利、あるいはドル円相場、このあたりも上方向に向かって徐々に離れていく、そういったものを今こう変わり目というんですかね、そういうところに今入ってきているのではないかなというふうに思います。言い換えればアメリカの長期金利も含めて、徐々にであれ、上昇の方向に行くであろうというのがこれからの見立てと。そうですね、私はそのように考えています。言い換えればそれをサポートするのが、今ご指摘いただいたようにアメリカの景気回復の流れがかなり顕著、特にこれあれですよね、この設備稼働率が本当にもう 80% に届くかということですから、これは完全に設備投資が始まってもおかしくない水準でありますよね。なるほど。そしてじゃあタイミング的にはどうなのかということで、ご用意いただいたチャートはこれなんですが、アメリカの長期金利の動向ですね、年初から大方の市場参加者の予想に反して一貫して低下してきたという形なんですが、アメリカの債券相場では6月のアノマリーというのが存在してまして、6月にその金利の方向性が大きく転換する、下がってたものであれば上がる、上がってたものであれば下がるという、そういう傾向が非常にあります。これ2000年以降のクォータリーベースのチャートなんですけれども、赤の折れ線で示しているところが、その転換が6月に実現した、で青い方は6月ではなくて前後の月、5月ないしは7月にボトムが天井をつけて転換した、で今年の場合は先月の29日に 2.4% という水準まで下がりましたので、このままもし上昇に転じるのであれば、アノマリーが今年も生きていたという形になりますから、金利の方向としては上昇に向かうという形です。ただ、FRB が先日の FOMC でもその金利の跳ね上がりを抑えるようなコメントを出してきてますので、このところちょっと住宅市場が
軟調な一つの要因としてローン金利が上がってたということもありますから、まあ、ある程度金利を抑制するような働きかけがあるということで、金利の上昇ピッチは鈍いかもしれませんけれども、先ほど1枚目のチャートでお示ししたようにアメリカの実体経済自体が勢いを増してますから、そういう意味では今の金利水準とはやはり安すぎる、徐々に金利の修正が図られて、長期金利が今年もアノマリーが生きて、上昇に転じる可能性、そうするとドル円相場も徐々にこの持ち合いから上っ離れる方向に動き出すのではないかなというふうに考えています。どうしても頭の隅には 3% ってまあ、つけた安い水準があるんですが、はい、あのあたりっていうのは水準感としてはかなり可能性のある水準という感じでしょうか。そうですね。ただ先日の FOMC でかなりその金利の上昇に対して FRB が警戒的であったように私はニュアンスとして感じましたので、3% というよりはもう少し基準が下がって 2.8 とか、そのレベルまで天井が下がっている可能性はあると思いますが、少なくとも今の 2.5、6% 内外という水準は、実体経済と見ると整合的ではないというふうに思います。仮に 2.8であったとしてもそれはどうでしょうか。ドル円相場にはかなり影響を与えるという感じでしょうか。そうですね。今回のこのレンジは抜けて104円から5円、このあたりまでは試しに行く可能性が十分出てくるというふうに思います。となると、まあ、今までの例から言っても、まあ、日本株式にとってポジティブな影響を与えるということはかなり可能性としてはありますよね。そうですね。追い風になる一つの要因になると思います。さてそして日本株ですが、今回に関しては今のお話の為替にはあまり関係なく、為替が膠着しているにもかかわらず5月の終わりあたりから一気にあれよあれよという間に1000円以上の上昇だということで、まずこの動きってどう見られますか。そうですね、まあ、よく言われているように国内の年金資金がやはり買い出動してきたということで、株式の需給関係が大きく好転しているということが背景にあると思います。で今回の相場はその1980年代後半のバブル相場とよく非常に似ている点があるというふうに言われておりまして、まあ、それをちょっと簡単に表にしてまとめてみました。まあ、大きなポイントとして金融緩和、それから経済面でのトピック、それから制度変更ですね。でこの3つが非常によく似ていると。で、まあ、金融緩和の方は、まあ、当時は肯定不買過去最低水準の 2.5% まで引き下げてずっとそれを維持した。まあ、今回は量的質的金融緩和で実質金利がマイナスになったということで、かなり実体経済に刺激的な金融緩和になっている。まあ、ここは共通しています。で経済面でも実は今回は内需主導型の景気回復になっていて、これはバブル期と全く一緒です。そうでしたね。で今回の場合はバブル相場の時はまさに実体が伴わなかったので文字通りバブルで終わってしまったわけですが、今回は実体を伴っている景気回復なので、バブル相場以上の大相場にうまくいくと発展する可能性があると思います。で一つは2020年に東京オリンピックが開催されるということで、これに合わせて再度東京の湾岸地区再開発の動き、これは必ずやらなければいけません。それからもうすでに東日本大震災からの復興、これも続きますし、当然前回の東京オリンピックの時に整備された全国の社会インフラの更新投資ですね、これも国土強靭化ということで実際にやっていく形ですから、実需が間違いなくこれ出てくるわけですね。絵に描いた餅で終わる話ではないということが一つ。それから今回は団塊の世代の方が高齢化してきたということで、特にこの人たちのサービスに関わる消費、これが相当大きく伸びてくるだろうというふうに思われますから、これも内需を盛り上げる材料になります。したがって内需がしっかりしていると多少外部環境が荒れたとしても、その国内の強い要因によって相場というのは押し上げられやすいです。バブル期のように絵に描いた餅で終わってしまうような材料ではなくて、実際に2020年に向けてさまざまな取り組みが実行されていく。でこれによって景気が回復を図られるという形ですから、株式市場にとっては強い材料であるというふうに思います。このバブル期のまさにあるウォーターフロントでしょうか、はい、まあ、現実に今そうなってますよ ね、 なってますけど時間はかかりましたよね、はい、昨日明日の話ではなかったということですから。そうですね。さてそして最後にこの制度変更ということ、はい、これは大きいですね、はい、大相場が出るときにその金融緩和とか景気の回復だけではやっぱり足りなくて、制度面での大きなサポートというのが重要です、でバブル期には母価分離、これが非常にその事業会社等の株式投資を促進させて、いわゆる特金ファンドラというやつですね、本体勘定とは話した形で単独運用しなさいよと、はい、それは本体勘定に組み入れなくてよろしいですよと、こういう話でしたね。評価外でその課税される心配がなくなったということで株式投資がやりやすくなった、まあ、これはある意味株価対策の由来が当時は効果ありましたですね、はい、で今回は GPIF などの運用見直し で、 でこれが口の悪い人はその PKO だとか PLO だという非難をしているわけですが、ちょっと違いますね。実際はそうではなくて、アベノミクスによってデフレからインフレに経済が移行するん
んであると、うん、それに対して今のポートフォリオがあまりにもそのデフレに準拠した形で組まれているから、これでは毀損してしまうということでリバランスをかけているのが今の動きになるわけで、これはその株価を支えるということではなくて、アベノミクスの方向、政策の方向に沿った運用の見直しなんですね。でベンチマークに GPF になりますから、当然三共済であるとかゆうちょ、官保、それから横並びですよ ね、 そうですね、ソルベンシーマージンがある国内政府についても、今のままの株式運用で果たしていいのかという話に必ずなってきますから、こういった制度面での後押しというのがさらに国内の株式の需給関係というのを一段と逼迫させる形になりますので、かつてのようにバブル崩壊後のように主要な株の売り手というのがあまり見当たらないという状況になっています。主要な株の売り手がもう売り切ったという印象ですよね。そうなんですね、ですから彼ら自身は今回本当の意味で自分の会社のポートフォリオを作るなら、まあ、株式を無視してはちょっと成立しないだろうなという、こういう局面でもある感じがしますね。そうなってくると実態を伴って景気が回復するということですから、バブルと似て非なる状況に今あるわけですので、これだけ株価水準も安いということであれば、まあ、国内の投資家だけではなくて、海外の投資家も日本株の一段高、これを想定して、国内株式の投資を強めてくることは十分期待できるというふうに考えています。特に20年にわたるデフレの中でもう死に物狂いの構造改革だとか、生産設備の改革をやってきた日本企業ですから、間違いなく足腰はしっかりしてますよね。でデフレによって企業収益が今度一段と改善してきますので、当然それを評価している証券である株式、これの価値というのは上がるというふうに考えられますから、私は日本株足元また強い動きになってきましたけれども、まあ、いわゆるアベノミクス相場というものであれば第2弾、これがスタートし始めているというふうに考えています。わかりました。大変参考になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。クリック365為替情報のコーナーをお送りしました。